それこそさっき見たんだけど今日,今,日今日かな,なんかこうオールスター大運動会っていうなんかイベントがあったらしいんですよイベントウームかなんかのイベントがあったらしくてでそこに、ね、ヒカキンさんも出てたんですよねで、えー、今、動画でもツイッターとかでも話題になってるんですけど、うん、そのイベント中にいきなり知らない不審な男がヒカキンさんの肩を組んでいきなり現れて肩を組んで,でマイクを取り奪ってですよマイクで。 俺はなんか最強なんだ、なんだら,なんだらかんだらみたいなことを、ね、演説したんですよ。で、ちょっと今、放送事故っていうか、なんか事件みたいになってて、有名も発表出してたんですけど、あれもひどいなと思ってて、なんかさその、最近ね、安倍首相の件じゃないけど、えー、政治家がさ、知らない一般人の人に殺されたりしてるわけじゃないですか、でそんな事件があった後なのにもかかわらずえ、警備ちゃんとしないんだなみたいな。 もっとさ、日本のタレントとか、まあ、政治家も含めて、ちゃんと警備した方がいいんじゃねえのって思いますけどね。マジで。うん。それでさえ、例えばじゃヒカキンさんが怪我したりとかさ、何なんかもう、まあ、もし万が一刺されたりしたら、もうとんでもないことになるよ、マジで。うん。いや、怖いよ、これ、結構、マジで。うん。結構怖いよ、これ。<laughs> うん、まあ。そういうやばいやつをね、入れちゃうのも問題だし、 せめてなんかそういうさ、タレントとかさ、まあ政治家もそうかもしれないけどさ、そういう人たちの周りにはちゃんと警備を厳重につけるべきなんじゃねえのだって一般人が侵入してマイクで喋れちゃうイベントってやばくね <laughs> 普通にやばいよ。しかも生放送でみんな見てるんだよ。うん。で、ウーム大丈夫なんかなと思いましたよね。別にウームが悪いのか分からんけど、うん。まあ、でもよかったですね。怪我がなくて。何事もなくてよかったなと思います。はい。 まあ、ということでね、日本は安全な国って言われてますけども、変なやつもいるからね、気をつけないといけないなと思いました、うん、<laughs> まあ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 、でもまあ平和ぼけしておりますから、日本はね、本当に、日本平和ぼけしてるんですけど、僕はいろいろ海外行ったりとかして、結構やっぱそのセキュリティちゃんとした方がいいなって、日本も、えーね、平和ぼけしないでちゃんとやってもいいんじゃないかなって思いました、はい。